花尾由郎の音楽魂。なりましょうかですね、はい、ちょっと明かりをいただけますでしょうか。ちょっと明かりがなくね、電飾っていうね、形でですね、今回初めてね、やりましたけどもですね、はい、本日のゲスト、はい、ゲスト、ご紹介しましょう。電飾王、電飾王、電飾王がやってきました。よろしくお願いします。小内隆さんですね、はい、はい、
はじめまして、よろしくお願いいたします。俺もはじめまして、本当にはじめましてなのに、こんなので、こんなのでいいんでしょうか。すごいことにスタジオになっておりますけどもですね、まずね、これ、高島誠さん、あ、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。松下利美さんでございます。よろしくお願いします。高島誠さんと今度ね、高橋誠さんとね、ライブをやるということでね、これはすごいです、じゃないですか。電飾王 VS 手数王 VS 電飾王ってね、これ高島誠さんとあと当弁だね、湯川当弁、真子弁、ウィズ真子弁ということでね、これツインドラムになりましょうかね、これ。そうですね、手数王、菅沼浩三さんはちゃんとしたドラマーなんですけど世界的に手数が多いと言われてる方、私ちょっと手数足りないんで、そこはちょっと電気の力を借りてなんとかごまかそうというのが趣旨じゃないですけど、いやいや先ほどね初めてお会いしましたけども、はい、まるで初めてじゃないようなね、こう和み方がありましたけどもですね、小物がたくさん今日ありました、ありがとうございます。なんかね、荷物ね、ライブに来る時よりもなんか荷物多いんじゃないか素晴らしい、ね、素晴らしいですけどもね、こういう中で僕歌ったのも初めてですよねいきなり歌からいきましたけど、これね、ビデオちょっと撮ってますんでね、はい、これは楽しみでしょう。音だけ聞いていらっしゃる方はね、何のことですか、あれですけども、ね、もう外のお客さんも大喜びですよね。いつから電飾王になられたんですか。ここね3年ぐらいですかね。もともとは割とこうドラムの席って暗いとこが多いので、小さいねライブハウスとかだと、それで始めたんですけど、で最近逆に照明がすごいしっかりしたライブハウス行くと、照明すいません消してくださいとか、そうですよね、逆になってる。それはやっぱり目立ちたい精神がそうです、ね、大体ギターボーカルとかね、大体みんなお客さん覚えてもらいますけど、ドラムとかでね、大体終わってから声かけてもね、全然こう、え、出てたとか言われるんで、よしと思って始めたんですけど、今もでも結果は一緒でしたね、電飾つけてないと誰だかわからないんで。でもね、なんかね、楽しいですね、僕も初めて見ましたよね。それは全部自分手作りになるんですか。大体元は売ってるんですけど、組み合わせていくのは大体自分で。これ音が原色のこうベストって言いましょうかね、帽子と、そうですね、これは帽子はでも売ってないですよ、それ。すごい、でも素材は大体一緒な、これ5メーターぐらい、何の話をしてるんでしょうか大体これセットでこう5メーターぐらいのこう長いのと、こういう光る元のやつで売ってるんですよね。でそれをこういうのにつけたり、あと帽子につけたりするのは自分で。あとレーザーのこの上から出てるレーザーなんかもこう結構、あ、レーザーは出てるね、あ、本当だ、ね、レーザー出てるんですよ、それなんか、本当だ、すごいな、それこれも売ってる、まあ普通に売ってますので、皆さんぜひですね。そうですか、それすごいですね、それだけでね、もうどんなパーティーでも OK でしょ、ね、びっくりするよね、みんな。そう、最近還暦とかにたまに呼ばれますよ、還暦パーティーとか本当にキラキラでキラキラで、ね、ちょっとこうね垂れ幕出したりして、もう一人ミラーボールみたいになるよ ね、 ですよ ね、 ね、なり帽子がね電光掲示板になってるそのもあるんですよ。字が出る、今日のはちょっと違うんですけど、ね、ちゃんとこうプログラミングして。あ、そうなんだ、うん、電光掲示板すごいね、それ。そうなんです、すごいですね。もともと電子工学のなんか、いや、そんなわけじゃないんですよ全然やってるうちにこうね、いろいろこう電池で使えるようにいろいろしたり、もう本当に。そのドラムは何ですかね、それ。小さいね、これね、これがセンサーになってるんですよね。あ、これって分かんないです、クリップになってて、はいはい、これがセンサーになってるんで、これをなんか何にでもつけられるっていうやつで、ちょっとでも結構ね売れたんですね、一時期発売直後に。なるほど。そのドラム自体はこれ某100円均一ショップであそういうの売ってるんですか、すごいね。おもちゃでしょ、それおもちゃ、おもちゃ、ね、子供用の。あ、これ足もある、ペダル。うん、ね。ね、すごい。
これ素晴らしい。僕も初めて今日体験しましたけども、実は小口さん、あの小口隆さんはですね、先ほど伺ったんですけど、もちろんあの CD とかもあの後で紹介いたしますが、これ海外ツーリングの本をお出しになってるんですね。そうですね、今日、まあ、20人ぐらいでちょっと一緒に書いたんですけど、はいはいはい、私自身は、まあ、昼間は普通に仕事してるんですけど、なんて言いますか、短い休みを使って35カ国をオートバイで走ってるんですよ。すごいね。そうでもないんですよ。で、でこの本自体、35カ国、この本自体はもういろいろな、その、大体普通の方はね、長期間まあ、休職したり、やめていくんですけど、そういう人とか、あと私みたいにこう、勤めしながら行く人とか集まって20人ぐらいで、もういろんなスタイルが入ってるので、はいはい、本当にね、誰でも行けるっていうのは伝わる内容になってると思います。すごいですね、これはどこに行かれた時ですか、いろいろ。例えばなんかいろいろ思い出ありますか。まあ、でもやっぱアフリカ大陸と、あと、この表紙の、あのやつが、今割と有名になって、ウユニ塩湖っていう南米のボリビアにある塩の湖で、で、乾季になると干上がるんですよ。で、干上がるんで、こう真っ白真っ平らになって、それが100キロかけ、200キロぐらいの大きさで、もう地平線まで真っ白真っ平らなとこが。で、乾季でうまく干上がればオートバイでも走れるっていうところで、まあ、ここは景色的には私が行った中ではやっぱ一番すごかったです。でもやっぱ、でも文化的、なんて言いますか、面白みだとやっぱアフリカ大陸の奥の、奥ってあんま言ってないですけどね、アフリカ大陸がやっぱこう文化とかが全然違うので、そういう意味ではすごい面白いんですけど、めちゃくちゃ疲れますけどね、アフリカ大陸。疲れるけどめちゃくちゃ面白い。動物とかやっぱ出てきちゃうんでしょ、動物もまあまあたまに、でっかいの。ケニアとかタンザニアとか行けば結構出ますし。これが電飾王ですからね。ケニアあたりで電飾びっくりしたんだ。充電が大変ね。そんなことない、ね。ソーラーで電気がちょっと大変、ね。でも太陽ソーラーからこれ決定版30年史ですよ。これ1985年から2015年までの、これ海外ツーリング。ね、やっぱ結構インターネットの普及あたりから激変してるんですよね、スタイルとしては激変してるんですけど、昔は本当にそういうなんか、もう出たらもう全然しばらく、なんていうか、連絡なんか取れないっていうのが当たり前だったんですけど、今はもう途中でネットカフェとかでこう連絡取りながら行けるんで、やっぱそういう意味では全然変わったんですけど、ただ、一番根底にあるものはやっぱり全然変わってないので、そういうとこも含めてなんかね、伝えられればなと思って。すごいですね、まこつさんとの出会いっていうのは、あれやっぱりなんかそんな長くはないんですね。まこつさんです、4、5年ですかね。きっかけがちょっと忘れちゃったんですけど、いつの間にかいた。そうなんです。私もちょっとそのプロ的な活動はあんまりしてなかったんですけど、はい、お客さんが参加できるようなセッションをこうプロの方がやってくれるのがあって、そういうのにちょっと参加しながら、こう間合いをこうだんだん詰めていってですね、いつの間にかちょっとたまに出させてもらうとか、マコベンとかね、やるときに。あ、そうなんです。頼んで遊びに来てもらう。そうそう、でもその時は常に電飾があるんですよ。本当そう、お客さんでそれまでそれだから一番東文さんは引くんじゃないの、なんか喜んで、もう顔が目に浮かぶもん、なんかそれを、なるほどね、受け入れてくれるとこがすごいですね、やっぱね、マコさんとかね。これはびっくりしますよ。気持ちがいいもの、なんか歌ってて、なんか蓄音ブルースが明るくなるもん、なんかね、なんかね、そういう素晴らしいよね、びっくりしちゃった、最初ね、何のことか分かんなくって、今日金玉っていうことで、なんかライブのね、宣伝にお見えになるっていうことで、ね、あ、それはいいねとか言って、ちょっと告知するだけみたいな感じ。そう、なんか、なんだかと思ってたら、もうね、来て会ったらびっくりしちゃったよ、もう。ということでね、話が長くなりましたが、続々とね、ファックス、来ておりますけどもですね、まず私の方からご紹介しますか、はい、金尾義郎さん、投げ銭 FM 音中ということでね、金尾さん、誠さん、松下さん、キキさん、はい、山田さん、こんにちは、春めいてまいりました、桜親父たちは、
尽くし、むくむくと、お元気なことと思いますというね。はいはい、何のことかよくわかんないけど、あ、尽くし、僕も結構食べたいね。懐かしいよね。うん、尽くし、尽くし、あの、卵とじにしたら美味しいね。九州、僕生まれ九州なんですけど、よくね、お袋を作ってくれてて、尽くし、ちょっと苦味があるけど。アクを抜くのが結構大変なんじゃないですか、あれ。そう。でもね、美味しいんですよ。袴をね、こう、剥いていくのが僕の仕事だったんですね。袴、つくしの袴ってあるじゃない、ね、学区みたいな、あれを剥くのが仕事で、あれ剥き終わったらそのちゃんとね、茹でてくれるんだけども、ね、あの卵とじ美味しいよね、ということでですね、昨日は、元同居人と仲間たちと共に明るいうちから花見酒となりましたということでね、いろんな方とね、元同居人とかっていろいろ出てきますけど、いろんな意味合いがありますよね、これね。皆さんも今週末にお楽しみくださいということで、今週末ライブありますね。明日ですね。明日でした。自分の宣伝ちょっと忘れますね。南林間ハイダウェイね。はい。やります。もしお近くの方、そうでない方もですね、バンドでガツッとやりますんで、遊びに来ていただきたいと思います。南林間ハイダウェイですね。明日ですね。皆さん、リクエストは、日の当たる坂道であります。浮かれた気分でよろしくお願いいたします。チャーリー佐藤さん、今日はね、中井さん3万円来てますね。あ、素晴らしい。3万円っていうことは、佐藤さん、ちょっとお金回りが良くなったという話ですけど。そうね。松下さんの何かありますか？はい。はい、お便り？うん。ミキさんから届きました。うん、皆さん、こんにちは。はい。ようやく寒さからは解放されそうですね、はい、でも来週からは逆に初夏並みの高い気温が続きそうだ、続きそうだ、うん、そうですから、うん、わけわかりませんね、小口さんようこそ、はじめまして、はい、はじめまして、電飾王さんなのにラジオで残念ですが、そこは YouTube で、楽しみにしてます動画を、いくつか拝見しましたが、音楽も多岐にわたり、派手な電飾よりも素晴らしいドラミングの方に気持ちが持っていかれました。そういえば仲良くさせていただいているドラマーの村上ポンタさんから、目立ちたいやつはボーカル、女にモテたいやつはギター、堅実のやつはベース、ネジが外れかけてるやつがドラムそうですか、全部外れてるやつがパーカッションと聞かされたことがありますけど、電飾王さんの場合はどうなんでしょうね。それも含めて今日の放送楽しみですね、はい、どちらですか、はい、目立ちたいのにドラムをやってしまったっていうのが本音ですか、ね、敗因ですかね敗因じゃないやさて、レギュラーのお三方はいよいよ明日が誠さん復活ライブですね。もう復活してるね。そう試合も入ってらっしゃると思いますので、特の前に復活してる、特の前に、まあ、一緒にやるのはね、そうですね、久しぶりに念を送ることにします。はい、ちょいと普通の人より引力が強いので、客席に浮かぶんでなくステージの下に沈んでるかもしれませんリクエストかなおさん、久しぶりに気合の入ったチクホブルース、おら今やりました。今やっちゃいましたね。心がやっぱり通じる ね、博多のもんやったらね、もんだって。誠さん、としみさん、今日は何でも OK です。はい、この間も金玉でオイラのリクエスト大会みたいになったんで遠慮しときます。今日はね。P.S. 一週間前ですが、うん、きちんとしゅんさんには皆さんがよろしくと伝えてあります。菊田俊介さん、ショーゴン・オブ・ザ・ブルースね、この番組も何回も。はい、お見えになりましたけどもですね、やっぱり本当に博多ライブでしたね、はい、将軍オブブルースの演奏と進化した歌は最高でした、うん、この間 ね、コーラス僕入れさせてもらって、うん、今レコーディングしてて、うん、それでマーティーとか、ドラムはいろいろ、なんだっけ、ブルースカンパニーのバンドでやって、うんうん、でコーラスやった時にね、しゅんちゃんの歌聞いたらね、うん、もうやっぱすごいのね、そう、うん、レコーディングしてるっていうのもあるし、うん、歌がもともとダイレクトに出るじゃないですか、うん、まあ菊田俊介さんってやっぱギターのね、B.B.、うん、キングとかココテーラーのギターをずっとされてたということでね、ギターメインになってくるんだけども、うん、やっぱり歌すごかったね、びっくりした。トミーのね時に飛び入りというか、トミー磯部さんね、はい、その時にね歌ったんです、一曲俊ちゃんがすっごい声がみんなびっくりした、声量もなんかあって、やっぱりね、そういう風にだんだんなってくるね。もともと太い声だけどね。そうそう、太い声ですよね、うん、ということでね、今日小口さん、小口さんも歌われないんですか
自分では歌ってもいいと思ってるんですけど、世間が一切許してきませんでしたね。このそうなんですか。私の音楽人生の中で誰も歌えばって言った人はいないですね。あの本当ですか。そう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 。今日はね、小口さんの CD を持ってきていただいて、はい、この中からね、早速ちょっと これはどういうアルバムになりましょうか。それはですね、私が参加してる山下直樹っていうバンドがあるんですけど、そこで2枚目なんですかね、そのグループとしては。あ、山下直樹さん、ええ、はいはい。でその山下直樹というメンバーがいるんですけど、それが楽曲を全部作詞作曲していて、はいはい、で歌うのは本人と、あと、まあ、コーラス通常2名入ってるんですけど、あ、で今回は女性コーラスも1曲ずつ歌ってるような。あ、そうですか。これ素敵なジャケットですよね。おしゃれな感じのね。で、これ電飾ないじゃないですか。あの一応これは違う意味のユニットなんです。あ、そうです。あのライブでは一応ちょっとおしゃれなね。この中からですね、早速聞いてみますか。これトラック3になりましょうかね、タイトルは何でしょうか。おやすみアンドロイドという。おやすみアンドロイド。
はい、ということでですね、いい曲だね。うん、曲がすごくあのいい感じのね、これ中に電飾はないでしょ。いいで割と自粛めのバンドなんですけど、でまあ一応最後だけちょっとやらせてもらってるんですけどね、うん、ライブの時は。ああ、これ素敵なあのね、あのいい曲ですね、これ、山下直樹さんでね。そうですね、うん、バンド名は一応カタカナ表記で山下直樹っていうのは一応バンドっていうような扱いでやってるんですけど、うん、あ、それがバンド名、バンド名にしてるんで、あ、まあ、山下直樹っていうあの、まあ、メンバーがいるんですけど、まあ、一番メインの、はいはいはい、なんですけど一応カタカナ表記はじゃあバンドにしましょうっていうような形で、うん、やってます。で今は割とバラードだったんですけど他、はい、6曲入ってるんですけど、はい、あの本当にいろんな変化に富んで、まあさすがですね。で自分でじゃないんですけどあのやっぱ作曲は全部その山下直樹が担当してまして、で歌はあの、まあ、3人で今回のやつは歌ってるんですけど、もともとはソロでやられてた方なんですか。ですね、結構もあの作詞作曲としてはずっとやられていて、結構有名なアニメの曲とかもちょっと実は担当してたり、 あとなんか球団、まあ、サッカーチームの応援のそういうやつとかも結構、まあ、そうですか。もうそれをもうちゃんと職業としてずっとやられてきてる方なので、あのやっぱ、あ、そうでしたか。もうライブのたびに新曲バンバンやっぱ出してきますからね。でそれがまあなんて言いますか、やっぱり変化に富んでますし、やっぱなかなか他には、うん、あのある人にジャンルに全然入らないって言われたんですけど、うん、まさになんかそういう感じですね、特に、うんうんうん、素晴らしいなんかね。だどんな感じのバンドって言われると割と困って返答に困るもんね、うん、そう、まあこうなんていうかこうそういう一般の人たちっていうのはあの例えばブルースだったりとかロックンロールとかジャンル分け特に日本の方はしたがるからね。そうですね、だからそれなかなか言いづらいとこありますよね。そうですね、うん、ただこの僕がびっくりしたのはね、このもう一度ねこうあのご紹介しておきましょう、手数を VS 電飾を、ウィズ・マコベンというねこの、うん、ライブですけどもですね、これ4月4日になりましょうかね。そうです ね、これ場所は高田の馬場、音楽室デラックス、はい、18時半開演、会場が19時半ですね、はい、手数を VS 電飾をツインドラムね、そこに誠さんの歌ギターが乗っかり東園さんがブイブイ弾きまくるというね、はい、そう野放しですから野放しもうね一番困るのはねあのなんかギターソロこの前はですね、うん、ちょっと2回目なんですけど、はいはい、この前あのギターソロのとこ全部ドラム掛け合いねって言われて、あの始まると2人ともステージからいなくなるっていう、うん、で2人でずっと掛け合いしてて、うんうん、そこはあのそろそろ戻ってきませんかみたいなのがあの多々ありましたなるほどね、そういうことやってるんだ、これ面白いですね。面白か、普段なんかね何があるか分からないっていう ね感じで、なんか練習、うん、ドラムの練習よりなんかネタ作りの方が最近忙しくてですね、ちょっと練習がおろそかになってて大変です、ね、前回来ていただいた方にはなんかね、うん、疲れたって言われましたいやでもねライブってこういうあの CD とかにはできないねないようなものっていうのが ねこういうのが楽しいんですよね、きっと、もう楽しんでいただければ本当に、うんうん、ということでですね、これは4月4日ですね、はい、水曜日、高田の馬場音楽室デラックスというね、はい、お楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。高橋真子さんもいろいろやってますよね、なんかね、はいはい、いろんなパターンで、うん、ね、楽しいでしょ。楽しいよ、ねね、あのマコちゃん元気いいでしょ。いいです ねあとね先日ちょっと、ね、入院されて休んで、はいはいはい、でその最初ですかね、復活最初の時のセッションかなんかちょっと見に行ったんですけど、うんうん、なんか入院前よりなんか元気になってましたね。ねゆっくり休みました、うん、ゆっくりですね2日間休んだ、ね、じっとしたらあんなにんだよねきっと、うん、あのそうでしょ。 ADHD って言われてますけどね僕もなんかそういうとこあるもん、ね、なんかねじっとしてらんないよね、なんかじっとしてらんない、ということでですね、今日は、リクエストはさっき明日のライブは
告知あした言いましたよ、言いました、うん、また後で、ね、だね今日ね僕朝から嬉しいことが一つあって、何ですか。ねあの今度4月の来週再来週の4月、うん、4月6日からこの番組終わってすぐ九州に僕行くんですけど、あのその日に久留米、でやって、翌日博多、ね、あのそれぞれちょっと宣伝したかったんですけども、来週きっちりちょっと紙忘れてきたんで、まず1日目は久留米ですね、うん、あの4月6日、うん、で4月7日が、博多のプレアデスっていうね天神ですね、そこでやって、うん、その後次の日、4月9日になりましょうかね、うん、月曜日、あ日曜日、日曜日は長崎はいつ、長崎です、それ何日ですか、8日、4月8日が長崎ね、海の、西の海、音楽祭というね、そこでやります。海の近くっていうか、うん、あの海が見えるところですね、これ佐世保でやりますけどもですね、でその後ね、あの能形でやるんですよ。僕生まれ故郷が筑豊の、あの能形っていうところで生まれて、でそれがね 10日ね、10日能形のねザバーっていうね、うん、ジャズクラブでやるんだけど、能形の人が今度ね、ちょっといろいろ、すきたさんの写真展とかあって、すきた正義さんっていうデビッドボーイ撮ってる、まあ、昔から世界のすきたさんの写真展が同じ同郷なんですよ。で、4月からずっと5月までやるんだけど、写真展があるそのスタッフの人たちが結構動いてくれて、でジャズクラブでね、僕の CD も毎日かけてるらしいのよ。わあ、すごいじゃん。ジャズかけなくていいのってお客さん。本当にね、やっぱ嬉しいですよ。同級生とかもね、なんか来てくれるみたいで、本当にね、その話、朝ね、なんかあのメッセージに入ってましたけどですね、嬉しいなとか思いましたけどですね。すいません、自分のことばっかり、普段あんまり自分のこと言いませんけどね。もっと言ってもいいんじゃないですか。もうちょっと言ってもいいかもしれない。小口さんですけども、今後のそのライブ予定とかっていうのもあるんですか？この、手数を電飾王の後には。もう、ちょこ、決まってないですね、特に。割とマイペースに。そうですね。かけ、はいはい、はい。お話があればどこにでも行きますので、何を言っても。あ、本当ですか。これを機によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね。光が足りない会場であればどこでもいいね。いや最近スポットライトなんか当てられそうになると、やめてくださいそれ。なるほどね。自分で光ります。そうそう。あとスモークがあるとこはね、好物ですね最近も。もうね、めちゃくちゃ中に光り出したらね。でそのドラム叩きながら、それがこう、ね、バンド台っていうかドラム台がバーッと前かなんかに出てきたりね。かっこいいですよね。うん、そういうのもね楽しみですけども、なんか歌いますか、なんか歌なきゃ、歌の番組なんだけど、なんかリクエスト来てます。そうそう、これはなんか歌う番組ですよね。そうそう、歌う番組なんですよね。あ、これね、先週かな、これ、届かなかった、清水佳代子さんからね来てた ね、間に合いますか、音楽魂最高っていうね、これメールが来てました。なんか先週はなんか入ってなかったかもしれないですけども、そうなんですよ、今朝ね、今朝っていう、うん、見たらね入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。金吉の音楽魂。あ、今日、あ、よくね、この間もゲストに来てくれた山本教授さんの今日誕生日ね。あ、そうだ。電飾。山本教授さんのお誕生日、おめでとうございます。またね、お待ちしております。山本教授さん、あれ楽しかったですね。そうですね。ね、なんかアンプね、自前で持ってきてもらってね、ここでですか。そうです。コンパクトなやつ。楽しかったですけどもね。またぜひね、機会がありましたらね、お呼びしたいと思います。ね、忙しいと思いますけども、お誕生日おめでとうございます。明日ライブなんでしょう、きっと。ね。うん。あ、そうなの。うん、ブルーモードで。あ、教授さん、ね、そうなの、バースデーレイ、あ、毎年やってる、うん、かもしれないね、うん、そうかそうか、なんか行きますか、何やりますか、これリクエスト、何にも決めてなかった、日の当たる坂道、日の当たる坂道、日の当たる坂道ですか、これキー何でしたっけみたいな、待ってB だよね、 B 、佐藤さんのね、じゃあチャーリー佐藤さんの投げ銭入りましたので3万円、うん、
カフ落ちたかも。あ、カフ下がった。これ引っかかったりなんかするんですよね。すいません、今日は私じゃないよね。僕が引っかかった今自分で見えたもんね。じゃあチャーリー佐藤さんのリクエストをお答えしましょう。日の当たる坂道、行ってみますか。
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストに答えしました日の当たる坂道って、これちょっと癖になりそうだな、ね、これラジオお聞きの皆様はね何をやってるかというとね、暗い方がいい感じ。そうなんですよね、これ電飾王が今日はねやってまいりましたのでですねこの電飾も山田さん大受けですよね、もう大受けですね、ねえ、まさこれスタジオの電気消しに来てくれましたから今ね、もうわざわざねスタジオの電気一人でね山田さんもね毎回やっていただいてますけどもですね、スタジオの電気を消したりとかですね、いろんなことをねやっていただけますけどもですね、本当に音楽魂始まって以来のね、こういう僕も経験させていただきましたが、歌がね弾むんだよねそうよね、キラキラすると、ね、なんかね昔さディスコで歌ってたら僕したんで、デビュー前にね、バンドが入ってた頃ね、まだでクリスタルキングとかもほらその博多の時も歌ってたり、ディスコでゼッペリンとかもそっくりだったんですからね、クリスタルキング、そういう時期があって、ね、なんかねミラーボールとか思い出すよ ね、 でも最近ちょっと年取ってきたら涙腺が緩み始めたっていうか、前回僕博多帰った時にね、自分の歌なんかでね泣くやつは最低だと思ってたもうそんなやつはもう絶対ダメだって。アイドルの方いらっしゃいましたよね、なんか自分の歌を歌いながらこう、はい、涙をされる方もよくいらっしゃいますが、そんなやつは最低だと思ってたんだけど、俺の大和田帰ってね B1 ってちょっと広いホールで やらせてもらった時に、いろんな友達たちとかいっぱい来てくれたんですよ、うん、で風の中で盾を歌ってた時にちょっとグーッと来たわけよ、うん、いやそういう風になるね、なんか年取ると、うん、最低だな。いや、でもね、不意に来ます。不意に来る時ありますよ。ね、あれここでっていう。そうそう。なんかね、今までその絶対なかったのに、なんかこう桜がこう日に照らされてね、咲いてるっていうだけでもね、ちょっと来るんです僕。やばいんじゃないの？いや、また見られるかなとか思ってね。来ないそういうの。いやそうかな、俺最近そういうのちょっとすぐ思うようになりましたよね。ね、まあ、そう感情出していいかなとか思うのありますよね。そうそう、無理に抑えないでね。そうもう僕我慢ばっかりしてきましたからこの63年間もういいじゃない。もういいじゃない。もう我慢しなくて、ね、だからね最近ねちょっとねふっと来るんだよね。涙脆くなった、はい、テレビの CM でさえグッと来る時あるもん。いい CM よ、うん、なんかわけわかんないさ感じじゃなくて素敵なたまにあるじゃない、まあね、なんかこうグッとくるようなのグッとくるのは大体生命会社多いよねあ、それちょっといいとこ狙えねえよね。もうなんとかそうそうもう泣かせるようなあるか、ね、備えしとかなきゃなって、ね、うん、そうそうそう、なんかねそういうね年頃になりましたけどもですね、あんまりないですかね、まあ、還暦すぎるとそうなるみたいですよ大体人間一言だよね一言みたいに言わないでみんな還暦も過ぎてんじゃん。そうだ私もだ、うん、もう還暦ラジオだからこれ還暦ラジオ還暦にしようか完熟魂っていうのもいいですねこれね。本当よ、うん、まあでもねこうやって元気でこう歌ってられるっていうか幸せですよ。であれですか、その小口さんとか、はい、この海外ツーリングに行かれるっていうのは定期的にやっぱりそれ年に何回かとかあるんですか？ね、最近はちょっと休んじゃってるんですけど、はいはい、ピーク時はやっぱ年3回目指して、まあ、勤めてるので、まあ、年末年始とゴールデンウィークと夏休みっていう、はい、ので年3回で、まあ、長くて2週間ぐらいですね、年末でうまくつないで。でも2週間取れればアフリカ大陸でも南米でもまあ現地でね1週間ぐらい走れますね。アフリカ行くのにだって ね、 いいね、行くまでに2日ぐらいかかりますからね。
誠さんもでもインドとかね放浪されててなんか散々、うんね、行きましょう、ね、一緒に行きたい誠さんであの大型持ってるし、そうだそうだそうなんだ、誠さんバイク乗れるの、いい、ね、全然乗れるよ、うわかっこいい、ね、いいね、私も原付は乗れる、あそうなんですか、原付、うん、みんないいね、ないの通らしない、何言って乗れなくないよ、自転車でもね、自転車でアフリカ大陸って、よし、自転車アフリカ大陸いいよ、いいよね、それも俺、うん、それ手段は何でもいいと思うんですけど、うん、やっぱこう、ね、全然知らないところに行くっていうのがやっぱ一番、うん、そうですね、意義があると思ってます、うん、僕もね、なんかね、やっぱ自然とか そういう動物とかの方が感動しちゃうんですよ、うん、あの都会のこう綺麗なとこ見るよりもね、そうですね、うん、やっぱその方がね、なんかこうグッとくるよね、石の中からタンポポが生えてたりするじゃないですか、それあれ見たら、ね、なんでこの強い生命力ってね、なんか薬なんかに食べてたらダメだよとか思っちゃう時ありますけど、アスファルトからもね、そうね、突き抜けてね、突き抜けてね、いるよいるよ、これもうその自然のね、それだけでもうほろっときちゃいますけどもね、そういうのあったね、昔大根が生えてきたの、ああそう、ね、ありましたね、あるある、あそれでまたぶち壊しちゃったすいません、もうちょっと雰囲気をさ盛り上げるように、盛り上げるように俺はさいい話をちょっと振ったりなんかしてんのに、なんかさ落とし込むように落とし込むようにする人が多分いやいや、約1名すいません、これでもすごいじゃないですか、これグッズが出てるんですか、すごいすごい、 T シャツ、勢い余ってます、小口さんの、電色 T シャツ、電色 T シャツ、ショックだよ、電色王、電色王、うん、ほらちょっと飲んだ勢いで、これ知り合いのイラストレーターの方に頼んだら作ってくれました、あそうですか、これはあの販売してるんでしょ、あ一応定価3500円で、あのだいたい3000円で特別、今日だけよって言いながらあなただけよって言いながら全部3000円で売ってますもしライブ会場とかね、うまいなこれがね、もうあのね、こういうこと僕もしなきゃいけないんでね、僕あげちゃったりするからね、ぜひもうないそうすごいね、まあ、まあ、基本そうですけどね、4月4日もね、そうですね、4月4日も絶賛物販しますからね、4月4日もね、楽しみにしておりますけどもですね、ということでですね、お便りは、ホテルも以上ですよ。あ、本当ですか。僕もですね、連絡はこれありましたから。なんか5月20日になんかってさっきあのフライヤー持ってませんか。これはね、あのちょっと先の話です。これは誠さんと音楽魂、これ横須賀行きますね。横須賀ね。うん、横須賀。横須賀広いところでしょ。劇場。そう、劇場、映画館、元映画館ですね。うんうん、そこでライブをやります、はい、これ音楽魂、音楽魂 in 横須賀ということでね、これちょっと先ですけども5月20日、はい、この3人でね、初めてね伺います。まあ割とこう定期的にこういう風になっていけばいいかな、うん、第1弾ですね、うん、でこれオープニングアクトがね、ロックンローラー、稲葉直樹さんね、それとね内田さん、内田翔也さんね、出ていただけます。地元の方ですね、横須賀の方ですね、これヤンガーザンイエスタディ、うん、5月20日、うん、食事も美味しいですね、映画館ですから広いですからね、ぜひね、これチャージ安くしてみますね、今回だけのことね、特別料金にしておりますからね、広いんだったらぜひこの電飾も、うん、ね、電飾いつか電飾でやりますか、これ、ね、映画館で、いいんじゃない、行ったらいいね、ね、広い横須賀電飾祭り音楽魂イベント後ろで立ってればいいですか、うん、ドラムじゃなくてね、いや広いからね、あの辺 の R&B のバンドとかカントリーバンドとか出てるのよ、スモークもあると思うよ、スモークかどうか分かんない、これもね、ね、一応宣伝しておきます、5月20日です、横須賀、ね、うん、ヤンガーザンイエスタデーという、ね、とこですね、これ18時オープン、18時オープン、スタートが18時半、ちょっと日曜日で早くなってますけどもですね、うん、早めに始めます、はい、ということでミュージックチャージ1500円ですね、飲食別オーダー制ですね、 お楽しみいただきたいと思います。お得ですね、お得ですよ、うん、でゲストの稲葉直樹さん、内田翔也さん、ね、
やりますんでね、よろしくお願いいたします。ヤンガーザンイエスタデー横須賀ですね。ヤンガーザンイエスタデー、ということでね、宣伝しました、まだまだね、ちょっと僕もライブはね、4月はそんなにないです。あの九州行って、そんなにないですね。あのちょっといろいろあることあります僕も、あのまああるっちゃあるんだから、また宣伝させていただきます。なんだどっちかみたいな。なんか歌いましょうよ。なんか歌って。なんかありますか、松井さん。私はない。松井さんありますか。ないです。うん、じゃあ風の中で立て。ああ行きますか。泣いてもらいましょう。練習ここで泣けるかどうか。ちょっと暗くしてもらいます、ね。外のお客さん大きいですね。また暗くして。風の中行きますか。あ、でも、ちょっと、この電飾交えましてですね、これ、ビデオ。エンディングが楽しみだな。これ、ビデオね、ご覧になる人は面白いと思いますよ、ね、風の中で。今日の映像は楽しめますよ。父親がね、亡くなった父親の思い出の歌なんです。巻き出してる場合じゃない。この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。時はいつでも束の間に消えるもの。悲しみはいつしか通り過ぎるもの。掴むことすら見えなくて、俺の体をすり抜けた。春の嵐によく似てた。本日のゲスト、電飾王樋口たけしさん、ありがとうございました。お、なんか出たね。出たぞ。高島さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとう。松井敏美さん、ありがとうございました。なんか猫が出てきたぞ。
you next time. It's one minute.